ついにやってきました全国少年サッカー大会、静岡県代表を決める決勝戦。果たしてこの大会に勝って晴れの全国大会に出場するのは、昨年の代表修鉄を中心とする南葛 SC か、はたまたこの決勝まで全く危なげなく試合を続けてきた名門清水 FC か。場内は早くも凄まじい盛り上がりを見せております。私は翼くんと前の学校で一緒だった青葉弥生、よろしくね。昨日全国各地でまず5つの代表チームが決まったそうだ。注目の埼玉代表は昨年の代表チーム南浦和 FC を10対0で破った明和 FC だ。明和 FC。 若林くん、日向小次郎、貴様との決着は必ずつけてやる。明和と対戦するためにも今日の試合必ず勝とう。ああ、よしみんな、今日はベストメンバーで行くぞ。ああ、
南葛優勝決定。静岡県代表として全国大会に出場するのは南葛 SC に決まりました。やったわ翼くん、優勝だ、全国大会だ。やったな翼。ついにやりましたね、アネゴ。うん、翼くん、優勝。翼くん、優勝おめでとう。今度は全国大会で会いましょうね。私今東京代表に決まった武蔵 FC のマネージャーやってるのよ。翼くん、それまで元気でね。あの少年は監督、誰だか知ってるんですか？ああ、彼の名は三杉純。現在少年サッカー界で一番将来を期待されているプレイヤーだ。三杉純。南葛 SC は静岡県代表に選ばれた。次は全国大会。本当の戦いはこれからだ。